はい、スプラトゥーン2実況プレイやっていきます。で、なぜ今スプラトゥーン2なのかというと、まあちょこちょこやってるからなんですけど、実況始めたばっかりなので、私が、まあ、いろんなゲームに挑戦してみたいなと思いまして、で、スプラトゥーン2も上げてみるかと、撮ってみるかと、という感じでございます。別に腕前を見せたいわけじゃなくて、ただ楽しんでる様子が伝わればいいですねって感じ。Sプラスなんで、あ、死んでくれた。一緒に行ったんだね。あ、3落ちしてたね。で、私が使ってる武器は洗濯機、黒洗濯機ですね。スクルースラッシャーベッチ。うわー、後ろ見る、隠れてる、隠れた。まあまあ、あの裏にいるな。一番もいるな。死んじゃうよ。ああ、北斎。あ、ナイス。飛べるか。あ、ナイス。飛べる。嘘。もうやめてよ、柱抜くの。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。うまい。あ、来てる。あれ、ひどい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 。やばいな、ひどいな、今のスーパーひどいな。ああ、もう。ナイス。立場。なんか味方のおかげって感じだな、本当に。おめえ死ぬとこだった。
うん、言わない方が良かったかな。大丈夫ですか。ふう、いや味方のおかげでしたね。味方のおかげでしたね。ありがとう。ギアはなんかとりあえずメインはこれ積みたいっていうのを積んでて、サブギアは試験的な感じですね。はい、マッチングしました。チアグラパワー1790。低いな。低いですね。うん、チャーがいるな。いくのもいるもんな。動かない。あ、降りてこなかった今。当たんないんですけど。ちょ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 、死んじゃ死んじゃ。危ないなぁ。抜かれてる。遊んでる場合じゃない。え、今別の人たちに当たった？直撃。壊らないか。うん、実は後ろにいたんだね。まだね、周りを見る余裕がないんですよ。分かってんだったら見ろって感じなんだけど。あー、ここ見れてなかったなーって後から思う。知ってる知ってる。あ、ないし。あー、吐けないか。気持ちさせてくれてた。当たんないのか。なんかなぁ、なんかなぁ、逃げてばっかりなんだよなぁ。
え、はあ、9番ボムやだね、本当にね。なんか見えないとこから現れた気がしたんだけど、気のせいだよね、それはね。死んじゃう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 。ああ、ボムよ。9番ボムよ。はあ、初戦は勝ちたいんだけどな。どうしようかな。まあ、いっか。はい、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。まあ少しでもね、腕前が開けられればいいなと思ってます。まあ、動画見て反省することも兼ねながらのこのプレイなので、何かアドバイスがあったらしてください。ぜひください。はい、それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価いただけたら励みになります。ありがとうございました。お疲れ様でした。